別ののプレミアの話にも行きましょうこれジンチェンコのニュースおもろいなこれなガラディアラ監督に練習で口答えするとやばいことになるってやつ見たなんか要約するとジンチェンコがペップにパスミス指摘された時に1回ミスっただけじゃんみたいに言ったんだってしたらペップが「OKOK 総理総理ジンチェンコさん申し訳ない」って言った「OK みんなありがとう全員仲入ってくれ」って言うと彼はロッカールームに歩いて行ってしまった だンチェンコが口答えしたから練習やめたっていう怖っ<う> <laughs> かっていう。<laughs> やる人がやったらパワーの腹ですよっていう <laughs> ただこれ聞いてさちょっと俺の見解言う前にさみんなそれぞれのもう本当率直な感想言って率直なやつ「ボール失うな」いや一回ミスっただけじゃんあっ健ンチェンコさん すいません僕が悪かったですみんな練習やめようお疲れ <laughs> すいませんじんちんこさんそうですねあなた一回見せただけですねじゃあみんなやめましょう僕が悪かったんで仕切ってる僕が悪かったんでみんなやめましょうっていう怒鳴られた方がまし怖い気持ちわかるこんな先生やだ泣いちゃう率直に怖いで俺も怖こう」が一個目なんだけどこれがね何がすごいって これをまかり通せる組織にしてるのがすごい。だからこういうことなんだよね。あのイブラが監督として最高だけど、人間としてクソだって言ってる。そう、だから、これを絶対に許さないんだよ。だからして言って強いの。ペップがボス、それに逆らったらチームに入れませんって。で、現にちんちンコ放出されてんじゃん。そう、だから、これが倫理的にオッケー云々って言ったら。 そのなんか今の現代の何パワハラうんぬんの観点にしたらさこれ本当にそこ握れてない監督だったらすぐ解雇になるだろうしすぐ倫理的にうんぬんかんぬんとかもしかしたらイングランドでこれのニュースでってなってるかもしんないけどだけどこれやれる組織じゃないと強くないのよ特にプレミアってみんなさだって本当プレミアのビッグシックスさどこが戦力的に強いとか正直さほぼ並んでない やりようによってさ監督変わったり組織変わったら全然順位変わるでしょってなるとどんだけそのスーパーな人たちを軍隊にできるかみたいなそうだからこれみんなやりましょうって話じゃないけどこれできる組織強いよっていう俺絶対できないもんこれ元記事は俺が怒っちゃったからトレーニングやめるっていう感じあペップがねうんだとしてもだよねうん <laughs> そうごめんね俺が怒っちゃったからごめんトレーニングやめようっていう そのね、ハ,ハイジを信じたわしがバカだったんじゃっていうおじいさんのやつそうだからこれをうんだって現場はペップに任してるからねっていうオーナーとで申し訳ないジンチェンコ好きな人には申し訳ないけどこのタイミングで別のチームに行ったとはいえ面白お話的に言ってるとはいえやっぱこれ言っちゃうジンチェンコってあのプレーしてるなっていう。 一見賢いようでジンチェンコってポジショニング自分の好き勝手取るじゃんでマガリアンイスがジンチェンコと同じポジション取ってるとカラフィオーリーには怒るけどジンチェンコには仕方ねえなって感じで自分が開いたりするじゃんそうだジンチェンコのガの強さとか感覚的なところでこれ言うことによって本当に感謝してたりとかあれだったらうんこのタイミングでここでこれ言わないから。 結局なんか若干の相手へのダメージ与えたい精神は絶対あるじゃん。これはないとは言わせないよ、これ。だからこれは、うん。シティの、えー、ペップの怖さ、えー、シティの、えー、強さの理由、そしてジンチェンコのあの感じの理由、俺全部詰まってると思ってる。で、やっぱりこういう選手をちゃんと放出してるからシティは強いと思うね。だってこれ、このことがあったとしても、 あの引退後とか全くあれな時とかなんかこう、うん、なんか言うべき時期みたいあるけど昔の話みたいて言ってるけど実際はその後にジンチェンコが辿った道だったりとか今のアーセナルとシティのライバル関係で言うとやっぱねジンチェンコのそのねちょっと感覚的なところがよ悪い意味での感覚が出てるなと思うね。 スクペップのプレミア挑戦について何とか話したの何年後かに全く連絡取ってないって言って,てどっちやねんってなっ <laughs> の話お父さんガールディア監督がトラオレ選手に試合終了後指導しているように注目すべき選手に試合終了後指導したいと思います僕は自分のところの選手にしかしないですね自分のところの選手で普段頑張ってる選手にしか指導しないです時間の無駄だからであの相手チームに指導するのはもうペップがそういうの好きだからでしょうね 僕はもう無駄ななことでできるだけしたくないんでそういうのをやることによるペップっていうキャラクターのなんていうのかこの価値というかそういうのが上がってたりとかそういうサッカー界に話題提供してくれたりとか人がやる分には全然いいと思います僕はやらないですね相手チームの監督が自分のチームにして,るしてたらめちゃくちゃ嫌ですね余計なことしないでくれと思います考え方も違うしそう基本的に相手チームの選手にはこう 写真撮ってくださいとかあるんだけどねこういう仕事してるから,からそういうのは快く受けるけどあとは指導はしないでもなんか例えば相手チームの選手がいい選手というか相手チームがいいチームだったら相手チームの選手から監督のこと聞いたりあったねすごい例えばあのあれ一部のチームと戦ったじゃないですかアストラクラブさんというドキュメンタリーってすごい強度高くてこう大体ちょこちょこ足元つないでこうおしゃれにやろうとしてもらってシュアアぼとしてはアザースみたいな。 そういうふうにやってもらえんならうち戦いやすいっすわみたいな感じでプレスはめて勝ったりとか多いんだけどちょっとうちと似てるというかこう本当に勝つために必要なことをやれる本当の意味でおしゃれなチーム僕はもう足元をつなぐことも目的になってちょこちょこつないで失点してるチームは僕ダサいってはっきり言うんでそういうチームが増えてくれた方がいいしこれダサいって言っていかないとこの本当に強いチームっていうのが逆に。 ロングボールじゃんとかいうふうに揶揄されるからそれは守るために言いますよそういうちゃんとやってるチームのために。で話戻すとそういうチームの選手が写真撮ってくださいとかあっちから話しかけてきてくれたらいいチームでしたねっていう話して監督さんにどういうことを言われたりするんですかって聞いてなんかやっぱそういう監督さんって普段からの取り組みだったりマネジメントとかちゃんとしてたりするから、まあ、ロマンでやってないからねだからそういうので。 結構その監督さんの人となりとか自分の監督業に生かすためにあの選手たちがどういう風な気持ちでプレーしてるのかとかそういうのを聞く調査みたいな感じかなそれはするね。 俺が俺信じてみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーだこれがあったら紹介やう<笑><笑>たしますわ